君たち、ちょっといいかな？その制服、森宮学園の生徒だろ？ええ、そうですか。俺らに何か用すか？僕は御厨智明というものでね、君たちの学びや森宮学園への道を教えてほしいだけなのさ。はあ、別に構わないっすけど。学園に何かご用でも？ああ、ちょうど仕事で森宮に出向に来たばかりでね、関係各所への挨拶回りついでに市内をいろいろ回っているのさ。学園にも知り合いがいるんだが、どうも GPS の調子が悪く、霧で道を見失ってしまったようでね。へえ。そういうことなら。ああ、やはりここからそう遠くなかったようだね。いや、助かった。礼を言わせてもらうよ。いえ、どういたしまして。しかし森宮か、なかなか悪くない町のようだ。若干ひなびてはいるが、栄えているところは栄えている。まさかロンドンのごとき霧に歓迎されるとは思わなかったが、これはこれで風情があっていい。はあ、ロンドンね。おっと、お互い貴重な時間を浪費するのはナンセンスだね。では失礼。またどこかで会えるのを楽しみにしているよ。芝居がかった兄ちゃんだな。なんかめちゃくちゃ高そうな車に乗ってたかな。どこかで聞き覚えがあるような気がしていたけど、御厨グループの人間みたいね。御厨グループ？北斗ほどではないけど、昔からある日本有数の財閥よ。多分そこの御曹司でしょう。うん、かなりの大物みてえだな。ってことは学園の知り合いって北斗先輩あたりなのかね。ま、可能性は高そうね。とりあえず場所を移動しましょう。もしもし。アスカさん、あなたはクグラヤのマヨちゃん？どうかしたの？助けてください。おい、今のは？尋常ならざる事態が起きたみたいね。私は商店街に向かうわ。時坂君は？商店街なら西側の踏切を渡った方が早い。ほら急ぐぞ。わかった。なんだこの濃い霧、他の場所と全然違うぞ。マユちゃん、無事だったか。ったく、
なんでこんな霧の中で。時坂くん、離れて。なんだ今の影みたいな手は。あれもグリードなのか。やはりそうだったのね。おい、一体どういうって話は後だ。とっとと追いかけるぞ。ええ、もちろんよ。ただしあなたは必要ないわ。動けねえ。おい、ヒイラギ、何しやがる。今回ばかりはあなたたちには荷が重すぎる。後で事情は説明するから、ここでおとなしくしていて。ヒイラギのやつ、一体何を考えてやがる。このままじゃ。動け。頼むから動いてくれ。助けが必要かい。お前、あの時の。追いかけたいかい。たとえ霧の向こうに何が待ち受けていても。当たり前だ。だったら先に進むといい。どうしていきなり溶けたんだ。今誰かがそこにいたような気が。ってそれどころじゃねえっての。ゲート、やっぱりか。ゲートが。ソラ、勇気に先輩まで。どうしてここに。ちょうど蕎麦屋で二人に飯をおごっててな。急に霧が濃くなったかと思ったら案の定だったか。何、ヒイラギ先輩その中にいるわけ。ああ、一人で入りやがった。話は後だ。とにかく追いかけるぞ。了解です。
ヒイラギ。時坂君、どうやって結界を。危ない。大した体さばきだな。ち、そいつがここの主なのか。待ってろヒイラギ、今加勢して。下がりなさい。言ったでしょ、今回はあなたたちの手に余る。マユちゃんたちを連れてこのまま脱出しなさい。な、逃がさない。あ、早い。なんかいつもと動きが違わない。まさかいつもは俺たちに合わせてたのか。おい、これってさっきのやつと同じ。さっきのが右手ならこれは左手。くそ、こんな時に。とにかくぶち倒すぞ。なんて強さ、今までの相手よりも。めちゃくちゃすぎでしょ。別格ってやつか。ヒイラギはこんな化け物と一人で戦ってるのかよ。とにかく追いかけるぞ。ヒイラギ、どこにいる。返事をしやがれ。おい、他の人も無事でよかったですね。
衰弱はしていましたけど、命に別状はないみたいですし。まあ警察にはさすがにいろいろと聞かれちゃったけど、あのじいさんがいろいろとごまかしてくれたのは助かったよ。あまり思い詰めんな。ヒイラギはプロだ。簡単にやられたとは思えねえ。あのバカが手に余るとか偉そうに言いやがって。コウ先輩、さすがにコウ先輩を足止めってのはやりすぎだよね。そういえばあのソウルデバイス、あの後先輩のサイフォンに吸い込まれてたよね。ああ。異界化の収束と同時にこいつに吸い込まれやがった。一体どうなってんだか。現実世界で権限できなくなり、霊視情報の形で保存されたのでしょう。北斗先輩？ゲゲ。どうして生徒会長さんが。こんにちは、皆さん。高畑くんも時坂くんたちに協力することになったんですね。ああ、切った張っただったら力になれそうだからな。しかし北斗、昔から底知れない女だとは思ってたが、まさかヒイラギと同じ裏の世界の人間だったとは思わなかったぜ。あ、それって。そこ知れないなんて買いかぶりだと思いますが、ヒイラギさんと同じく異界についてある程度知っているのは確かです。彼女と私では立ち位置が異なりますが。裏の世界での縄張りか。はい、私が属するのは異界に関わる企業連合ゾディアックと言います。に関わる勢力はいくつか存在していますが、ネメシスとゾディアックはその代表格であると言えるでしょう。ネメシスは最初に異界の存在を確認した組織、異界の監視管理を目的に独自のネットワークを構築し、関連する事件に対処しています。一方ゾディアックは異界の利用を主目的とする12の巨大企業の連合、日本では北斗ともう一社がそこに名を連ねています。まあ関連企業や純ゾディアックを含めると数千社もの規模になりますが。なんだか頭がクラクラする話ですね。そんな企業連合ってのが世間では知られてねえってのか。いや、ネットの世界ではゾディアックの名前をそこそこ見かけることがあるよ。正直よくある陰謀論の一つくらいに思ってたけど。表向きはライバルとして競い合っている企業ばかりですから。ですが異界に関わる技術協力や異界によって経済危機が発生した時、一致団結する形で機能します。各国の政府を差し置く形で。国の意向すら飛び越えて裏の世界を仕切ってるってわけか。表は表、裏は裏というわけですね。異界を認識できる人が少ない以上、政府はそれを公言できません。代わりに裏に危機があった場合、ネメシスやゾディアックが動いて
解決することになります。まあどちらが解決するかでいろいろと揉めることも多いのですが。それって縄張り争いっすか。目的と立ち位置の違いですね。異界を監視管理するネメシスと異界を利用しようとするゾディアック。お互い技術交流もありますし協力して問題に当たることも多いのですが、残念ながら直接的な衝突に発展することもあります。直接的な衝突少なくとも森宮において私と柊木さんが衝突したことはありません。むしろ今まで何度も協力を呼びかけているのですが、なかなか応じていただけていませんね。わかる気がするぜ。一緒に組む相手としては底知れなさすぎんだよ、お前は。そう言われましても、3年前の事件とか高畑君たちとうまく協力できたと思うんですが。だから言ってんだろうが。たく、カズマもお前のことはやたらと買ってやがったし。なんかいろいろとあったみたいだけど知りたいような知りたくないような。先輩の立ち位置はなんとなく分かったっす。それで柊木が無事ってのは本当なんですか？ええ、それは間違いなく時坂君のサイフォンから柊木さんのソウルデバイスのデータが消えていない限りは大丈夫です。柊木さんの命が失われたらそのデータも消滅するはずですから。それはさすがに理屈としておかしくない？ソウルデバイスの基礎技術はネメシスで開発されたので詳しいことは分かりませんが、敵格者の魂と一対一で存在しているのは確かなようです。だから大丈夫、柊木さんはきっと無事でしょう。そうですか、はあ、よかった。だが根本的な解決になってるわけじゃねえな。ええ、先輩たちは何かつかめていないんですか？柊木がどこに消えてどうやったら助けられるのか。残念ですが現時点ではこちらでもつかめていません。もっともつかめていたとしてもお教えするつもりはありませんが。北斗、お前、通常の異界事件であればお教えしたのでしょうけど、今回の怪異の脅威度を考えるとさすがに危険すぎますから。今回の怪異な、何なのさそれって。グリムグリード、脅威度 S ランク以上と言われる現実世界に直接干渉できる怪異です。通常の迷宮の主エルダーグリードに可能なのはあくまで得意点を介した干渉のみ。しかしグリムグリードは現実世界の環境すら変化させ、自らの眷属を異界の外に送り出せるほどの力を持っています。今回の霧と影の手、それがグリムグリードってのが絡んでいる証拠ってわけだな。ええ、過去には町一つが全滅した例もあるくらいです。その意味で一般人である皆さんを巻き込むことはできません。おそらく柊木さんもそう考えてあなた方を遠ざけたのでしょう。今回の件については以後ゾディアックの専門部隊が引き継ぐ予定となっております。柊木明日香さんについても一応救出対象となるでしょう。そもそもお姉さん誰なわけ？あ、申し遅れました。三月お嬢様の秘書を務める雪村京香と申します。以後お見知りおきのほどを。どうもっす
いかにもただものじゃなさそうな雰囲気だが講師にわたってサポートしていただいています。ちなみに近いうちにネメシスの動きもあるでしょう。場合によっては彼女に代わる執行者が派遣されると思います。執行者？ネメシスにおけるエージェント的な存在ですね。選ばれるのはトップクラスの霊能者、異能者、魔導士のみ。柊木さんは若くしてエースと呼ばれるほどの実力者だとか。アスカ先輩が。それなりに優秀だとは思ったけど。ですからどうか心配しないでください。ゾディアックもネメシスもこの事態を決して座視はしません。柊木さんの安全も含めてどうか任せていただければ。ふざけんな。え？コース先輩？ヒイラギや先輩の立場は分かった。それぞれ異界への思惑や考え方があるのも確かなんだろう。だがちょっと見損なったぜ。あんたはこの森宮学園の生徒会長でもあるんだろう。ネメシスだとかゾディアックだとか裏の事情を話すよりも前に生徒会長として行方不明の学園生を何とかするくらいは言ってくれよ。大体ヒイラギもヒイラギだ。俺たちを足手まといだと思うのはこの際仕方ねえ。こちらが苦戦した影の手を一人で圧倒してたくらいだからな。だが俺たちは今まで間違いなく仲間だったはずだ。空手部の剣、神様アプリ、ブレイズ、いくつもの事件を一緒に解決してきたんだろうが。それなのに最低限の事情も話さないで勝手に消えるなんざ、いくらなんでも不義理が過ぎるってもんだろ。先輩。はい、ちょっと水臭すぎです。まあ情報封鎖は気分が良くないかな。ああ、せめて一言くらい文句を言わなきゃ気が済まねえ。だから悪いが、北斗先輩、あんたらが何を言おうが俺たちは勝手に動かせてもらうぜ。ですが。さすがのお前も一本取られちまったみたいだな。そうみたいです。学生としての本分完全に見失っていたみたいですね。でしたら時坂君、ここから先は北斗の人間でもゾディアックとしてでもなく、北斗美月個人として皆さんに協力させていただけませんか。お嬢様。